はい、始まりました。ミーヨーコ YouTube キッチン、今日もよろしくお願いします。今日はね、食パン作っていきます。高級生食パンの火付け役となった野上さん、これはですね、もともとオーナーさんは焼肉屋さんかな、で別事業を立ち上げて食パン屋をやりだしたんですけど、その食パン作った最初の人が素人さんやったみたいですね。で、食パンのタブーとされてるですね、腰折れ、要するに焼きが甘いね、焼きが甘いとどうしても食パンがピシーンとしたね、四角じゃなくて腰が折れる、要するに潰れちゃう、パンの重みに負けてね、そういうのは販売してこなかったんですよね、今までね。で、それを長所としてですね、売り出した、それがまあ高級食パンの始まりかなと思います。まあそんな感じのね、ブートされてた食パン、それを長所に置き換えた食パンでございます。まあポイント、最大のパンを作る時のポイントはですね、僕はですよ、僕は絶対にミスれないポイント、これは一次発酵やと思ってます。まあ全て当然ないですよ、こねていく時間、どれぐらいこねるのか、グルテンチェック、水ないし、液体、その牛乳とか、それの温度、こね上がりの温度、こね始めの温度、二次発酵、パンチ、ベンチタイム、全て大事ですけど、中でも一番大事なのは一次発酵やと思ってます。一次発酵ミスると後がどんだけ完璧でも、もう絶対美味しいパン焼けないんでね、これ一次発酵しっかり今日はね、見ていただけたらなと思います。じゃあそんな感じで作っていきましょう。食材はこちら、まずね、最強力粉100でいきます。で、牛乳と生クリーム、で、蜂蜜、お塩、バター、それからドライイースト、こんな感じでございますんでね、もちろん卵は入れません。これで作っていきたいと思います。じゃあこれでいきましょう。牛乳入れていきます。生クリームを入れましょう。はちみつ、では15分ほどこねたんでね、ここでバターを入れていきたいと思います。で、バター入れたらまた5分ぐらいこねていきます。ではバター入れて5分ぐらいこねましたんで、ここで止めていきましょう。はい、この状態で一次発酵をしていきます。はい、ではですね、一次発酵はこんな感じでね、来ました。ここぐらいまでね、やっぱり膨らますことが大事で、発酵しすぎるとそれはそれで今度だれてくるんで、もうほんとこれぐらいがベストかなと思います。これめちゃくちゃ大事なんでね。で、よくねこういうことしますけどね、指に粉つけてこう穴刺してね、キューンって沈んじゃうとね、これはもう過発酵で、こうやってビヨーってこう跡が残るぐらいね、これぐらいがベストです。で、これ分割していきます。4分割、ここで軽くラップしていただいて、ベンチ取っていきます。まあ、15分から20分。はい、では15分経ってきたんで、これをですね、成形して二次発酵させていきましょう。可愛いですね、非常に可愛い。両サイドね、ちょっとこうグッと、で
クッとしてくださいね。でこうぐる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 リンパでこれで入れていきますね。こうやってね、クッとクッと、はい、ぐる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 リンパ、はい、こんな感じでね、ぐるぐるっとね、ぐるぐるっとなってこれをクッとね、はい、キュッと、キュッと、はい、皆さんもご一緒に、はい、ぐる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 りんぱ、はい、ラスト、もう皆さん覚えてきましたね、はい、クッと、はい、はい、クッと、はい、いきますよ、はい、はい、はい、ぐる、はい、これで、はい、これでね、はい、28個を取っていきましょう。さあ、よっしょー、200度ね、ゆるっとって言ってます、入れていきましょう。はい、はい、では安定して8分経ってきたんでね、出していこうかなと思います。オープン、はい、どうやってか、なんか喋ってくださいね、開ける時。はい、これちょっと衝撃与えてね、はい、出すー、いい感じですね、綺麗に焼けてます、うい、よっ、いかがでございましょうか、いかがでございましょうか。これでね、冷ましていきます。食べていきましょうか、これ贅沢、これうわー、ふっかふか、薄い耳が、いただきます。おめでとう。うまっ、めちゃくちゃ味あります、ものすごい味ある、耳ないわ、耳ない、うん、腰折れパンね、ギリギリで焼いて風を送ってね、急激に冷やす。じゃあ次回はですね、この食パンを使ったお料理やっていきたいと思いますんで、ぜひ食パンお好きな方は見逃さないようにしてくださいね。もしくは食パン嫌いでもね、この食パン食べたら絶対好きになりますから、間違いないです。じゃあ今日はこんなところで終わっていこうかなと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。